ダンスホールとは、ダンスを楽しむための場所、またはその場所を提供する店舗を言う。ダンス教室やダンス練習場を兼ねたものもある。東京四ツ谷にあった国家ダンスホール。1920年代末人形町のユニオンダンスホール。1920年代末営業ダンスホールとしては、1918年に花月園に開設されたダンスホールが最初である。その後、 ダンスの流行とともにダンスホールは徐々に増加し、1933年には全国で約50カ所まで増えた。1925年6月、警視庁はダンスホール入場者の住所指名職業記載の台帳作成など取り締まり、この頃ダンスが流行し、東京府にホールが56あった。1928年11月10日、警視庁は ダンスホール取締令を実施し、18歳未満、男女は入場禁止にした。1940年10月31日、東京のダンスホールはこの日限りで閉鎖、各ホール長満員であった。太平洋戦争開戦間際の1940年にダンス禁止令が出され戦時中は、ダンスホールも閉鎖状態となった。終戦後間もなく、 中流軍兵士向けのダンスホールが開業したものの一般の日本人は入ることができなかった。1945年10月に埼玉県埼玉市に戦後初のボールルームルーフガーデンがオープンすると以降日本人専門のダンスホールが続々と開設されるようになった。しかし風俗営業の増加とともにダンスホールとキャバレーの区別が曖昧になっていきダンスホールも 規制の対象になった。東京都の条例でも1954年にはダンスホールとキャバレーの区別がなくなったが、1959年にはダンスホールとキャバレーナイトクラブの区別が復活している。昭和の時代には社交ダンスの流行などとともにダンスホールが全国に数多くあったが、近年では社交ダンス人口が減ったことでダンスホールも減少傾向にあり、 東京都内にはダンスバンドが出演するダンスホールが一軒残るのみである。また映画、シャルウィーダンスのロケ地となった大阪市、梅田のダンスホール、ワールドも2001年1月末に閉館している。ありがとうございます。